どうも、ロイヤルミゾグ T です。今日はですね、これまでロイヤルミゾグ TV を見ていただいた皆様に大事なご報告があって動画を撮っております。本日が2022年4月1日です。単刀直入に言いますと、このロイヤルミゾグ TV の週1投稿を諦めます。本当ここまでロイヤルミゾグ TV を見ていただいて応援してくださった皆様には本当に申し訳ないんですが、そういう決断をすることにしました。まあ理由はですね、このロイヤルミゾグ TV 3年前に立ち上げたんですが、この3年間でもういろんな動画をやりすぎて、もうどんな動画上げてもまあ伸びないなということが分かりましたので、そういう決断をすることにしました。なのでですね、ここ最近上げてました薄毛に関する動画とか薄毛の Vlog とかの新しいチャンネルを立ち上げようと思うんですが、今のところいつ立ち上げるかは未定です。一旦ですね、作戦を立て直したいと、そして YouTube 編集のことなどをちょっと勉強し直したいということで、時間をちょっと取らせていただくことにしました。これまでね、チャンネルの動画を楽しみに見ていただいた皆様には本当に申し訳ないんですが、どうか気長に待っていただけるとありがたいです。そしてこのロイヤルミゾグ TV、このチャンネルなんですが、芸人の活動の延長線上で始めたチャンネルなので、今後このチャンネルでは、まあ以前よく上げてましたネタの動画とか、トークライブのダイジェスト動画とか、あとテレビ出演しますしましたっていうご報告の動画などを中心に上げていきたいなと思っております。そしてですね、北九州関連の動画でこのチャンネルを知っていただいた皆様も結構いらっしゃると思います。北九州専門のチャンネルを立ち上げようとも思ったんですが、今東京に住んでる以上いい動画をたくさん作ることは難しいということで、今のところそちらの方は未定です。この先僕が北九州福岡に住むようなことになれば、そんなチャンネルもやってみたいなとは思っております。なのでですね、北九州動画で僕のことを知ってくださった皆様、よかったら僕のことを頭の片隅にでも覚えておいていただけると嬉しいです。はい、といった結論に至りました。この決断がいい決断になるよう祈っていただけると嬉しいです。本当にね、このロイヤルミゾグ TV をいつも見ていただいた皆さん、声をかしていただいたり、コメントくださったり、本当に励みになりました。皆さんがいつも見てくださってたおかげで、ここまで3年間やってくることができました。本当にありがとうございました。この YouTube をやることによって、YouTube のことをすごく学べましたし、僕自身のことをよく見つめ直せるいい時間になりました。本当に皆さんのおかげです。まあ、これからはこのロイヤルミゾグ TV 不定期投稿になりますが、まだまだ全然チャンネル登録者数1000人、収益化は諦めておりません。新しいチャンネルが伸びたり、芸人活動がうまくいけば、このチャンネルも伸びていくと信じております。なのでですね、どうか引き続き、このチャンネル、ロイヤルミゾグ T を温かく見守っていただけると幸いです。本当に皆様、これまでロイヤルミゾグ TV を見ていただき、ありがとうございました。ということで、このロイヤルミゾグ TV の投稿がかなり減ります。なのでですね、このロイヤルミゾグ TV もう200本近く動画上げてますので、ここからはですね、この3年間をちょっと振り返りながら、おすすめ動画を紹介していきたいと思います。だいぶ前からこのチャンネルを見てくださっている方は、懐かしい気持ちで、ここから見てくださると嬉しいです。で、最近このチャンネルを知ってくださった方は、あ、そんな動画あるのかと、見てくださると本当にありがたいです。なので、よかったら最後までお付き合いください。まあ、このチャンネルを立ち上げたのが3年前の2019年の、まあ、2月なんですけども、なんでこのチャンネル始めようかと思ったかと言いますと、北斗の拳のケンシロウが平成を振り返るネタを上げたくて、このチャンネルを始めました。2019年の前の年、2018年にですね、ピン芸人の大会、R1 グランプリで初めて準々決勝まで行けて、その時のネタが、まあ、ブルースリーのネタだったんですが、まあ、次の年にこのケンシロウのネタができて、これブルースリーよりも、これいいんじゃないかと、もしかしたらもっと R1 上に行けるんじゃないかと、思ってたらですね、まあ、3回戦で落ちまして、まあ、とても悔しかったんですけども、なんとかしてこのケンシロウのネタテレビでできないかなと思って、でいろいろ考えてるうちに YouTube かなと、 YouTube にしっかり編集してあげてみようということでこのチャンネルを始めました。なのでですね、まず一つ目のおすすめ動画は白バックのケンシロウのネタ動画ではなくて、ライブ版のケンシロウのネタ動画です。まあ、正直白バックのネタの方が仕上がってるんですけど、まだ作りたてのライブ版の方がちょっと笑い声も入ってて、見ててなんか気持ちいいんですよね。なので見ていただけると嬉しいです。まあ、そこからライブでネタをやってる動画とか、トークライブのダイジェスト動画とかを、まあ、不定期に1年間ぐらい上げてきました。で、2020年に入ったぐらいに、ライブでやってるネタ動画をもっとちょっと編集して YouTube に出したいなと思って少しずつ上げ出します。まあ、コロナ禍入るちょっと前だったんですけども、その中でおすすめに上げたい動画の2つ目は、この相撲の決まり手のネタ動画です。
まあ、なんでこの動画かと言いますと、コロナ禍入った4月1日に僕のやってるまあブログでもうライブが一本もなくなったので、この4月1日から YouTube 毎日投稿始めますってちょっとご報告したんですよね。そしたらですね、ある小学生のお子さんを持つお母さんから、うちの息子がこの相撲の決まり手の動画をもう好きでもう繰り返し繰り返し見てますと、これから毎日投稿頑張ってくださいってメッセージいただいたんですよね。もうそれがもう僕むちゃくちゃ嬉しくて、でも正直言ったらもう泣いちゃったんですよね。この相撲の決まり手の動画をね、どっかの男の子がもう何回も見てくれてるんだと、本当嬉しくて、すごくね思い出残ってるのでこの動画にしました。でそこからですね、4月5月2ヶ月間毎日投稿をやりだしまして、まあ、短いネタの動画とか、もう一発ギャグ1個だけとか、あとロイヤルラジオっていう YouTube ラジオも週1でやりだしまして、でそんな中で5月の末に上げたこの動画を3つ目のおすすめの動画にします。アベノマスクに異物混入です。一回よかったら見てみてください。本当にアベノマスクに異物混入してたんで。まあそっからですね、6月に入って、もう毎日投稿はちょっと無理があるなということで、週3投稿にして動画投稿を続けました。まあ週3投稿をその年の年末まで頑張ってね、ちょっと続けましたね。まあその期間に上げたネタ動画の中でもちょっと印象に残っている動画を4つ目のおすすめ動画にします。矢井田ひとみさんのマイスイートダーリンの替え歌でダリダリ。まあこの動画もですね、元気になりましたっていうコメントをいただいたりとか、すごくね、僕も印象に残ってる動画なので、ぜひね、皆様見ていただきたいです。で、この期間に上げたまあ面白企画というか、その動画が5つ目のおすすめ動画です。バイトの休憩中に激辛ペヤングに挑戦して悶絶するおじさん。まあこれはもうタイトルそのままなんですけども、公園で僕がひたすら激辛ペヤングに挑戦してます。でこれにまあちょっと似たような動画で、朝飯食べながらメントスコーラに挑戦してビチャビチャになるおじさん、これもですね、よかったらついでに見てみてください。でこの期間のまあ10月ぐらいにですね、4月からやってたロイヤルラジオをやめるご報告をするんですが、それがまあ6つ目のおすすめ動画です。これご報告してる後半にですね、ちょっとしたまあ、メモリアルムービーっていうのを、まあ、作ってまして、結構いろんなとこに行って撮影して時間かけてメモリアルムービー作ったんで、よかったらこのご報告動画見てみてください。でそのご報告動画を上げた後から、もう舞台でやってるネタはちょっと YouTube 上げても伸びないなということで、 YouTube で伸びるネタはないかということでいろいろ探し出します。その一発目に上げたのがハゲあるあるの動画だったんですけども、それがいい感じに伸びたので、そこからまあハゲあるあるとか薄毛中心の動画に移行していきました。でやっぱり編集も結構時間かけてしないといけないなということが分かったので、もう2020年で週3投稿をやめて、次の年から週1投稿にしてやり始めました。ちょうどねこの時ぐらいでチャンネル登録者150名ほどね、いらっしゃいましたかね。2020年でね、だいたい100名近くのね方に登録していただいてね、ほんとね嬉しかったのを覚えてますね。でここで7つ目のおすすめ動画なんですが、2021年一発目の金河新年寒中水泳の動画です。よかったら見てみてください。江ノ島でふんどし一丁でちょっと頑張ってますんで。でこの年からですね、まあもう薄毛に特化してちょっといろいろやりだしまして、まあ薄毛のネタとか、あと薄毛対策のこととかもやりだしまして、でちょっとチャンネルの伸び方もガッと変わってきて、おいいぞいいぞって感じでしたね。で春ぐらいにですね、薄毛の案件もいただきまして、これほんとね嬉しかったですね。薄毛のカットモデルをやらさせてもらったんですけども、最近あげたファンダップ育毛ローション、あの中で薄毛のカットモデルの完成品がちょっと見れますんで、ぜひともね見てみてください。で、この期間に上げてる動画で8つ目のおすすめ動画です。Ado さんのうっせーわのハゲ替え歌でうっせーわ、まあこれ黒バックのうっせーわの方が YouTube では伸びてるんですけども、まあ、TikTok ではこの頭叩いてる方が結構伸びてるんで、こっちの方をね僕はおすすめしたいです。でまあハゲ関連の動画いい感じで伸びてきてたんですけど、ハゲあるあるとまあ同時期に出した北九州人あるあるっていうのが、これもちょっといい感じで伸びてきてまして、ちょっと北九州関連の動画も出すかと思って、まあその年の5月6月ぐらいにですね、北九州関連の動画を立て続けに出しました。これでですね、まあもう僕思ってもみなかったんですけども、一気に視聴回数減りまして、なんかチャンネルにね YouTube から連絡が来たんですけども、まあ、今まで、まあ、薄毛の動画を薄毛の動画見たい人にバーってこう進めてたけど、急にこう北九州の動画上げたから、これをこの薄毛の動画見たい人にこう進めてもいいものかどうかみたいな感じの連絡が YouTube から来まして、それでですね一気に再生回数が半減しまして、これちょっとねびっくりしましたね。まあ、YouTube のアルゴリズムって怖いなってね、これで本当に、ね、学びましたね。まあそういうことがあったので、まあ一旦またハゲの方にちょっとシフトし直して
動画を上げ出します。その中でもですね、まあ、ちょっと思い出に残ってるというか、いつもと違った感じの動画を出してたので、9つ目最後のおすすめ動画にしたいと思います。ハゲナンパです。ただただですね、ハゲでも美女から LINE が聞けるのかというのを、新宿の街中にこの部屋から飛び出してね、頑張ってきてるので、よかったらこれ見てみてください。ただただハゲてますね。はい。で、その後ぐらいにね、上げたあの散髪の動画が、伸びたりなんかして、第2弾とかもねちょっとやったんですけども、そこからナレーションを入れるような Vlog 形式の動画を増やしたりなんかして、ここまでちょっとやってきましたね。はい、ということで、まあ、簡単にですが、この3年間のこのロイヤルミゾク TV を振り返ってみました。まあ、あえてですね、このチャンネルで再生回数伸びた動画は省いてみました。まあ、再生回数伸びてなくてもね、面白い動画眠ってますんで、全部おすすめです。よかったら皆さんの中でもなんか、これ良かったよって、これ面白かったよっていう動画があったら、コメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。ということで、改めまして、これまでロイヤルミゾク TV を見ていただいた皆様、本当にありがとうございました。皆さんが見ていただいたおかげで、ここまで続けることができました。必ずや、この3年間を糧にして、前に進みたいと思います。まあ、引き続き、このロイヤルミゾク TV は不定期で続きますので、温かく見守っていただけると嬉しいです。本当に皆様、これまでご視聴していただき、ありがとうございました。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録、何卒よろしくお願いいたします。コメントもどしどしお待ちしております。ということで、ロイヤルミゾク T でした。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。